海外移住者が語る大連での就職あなたは日本人の間で大連での就職が流行っているのをご存知だろうかこれに便乗して大連に移りサクッと就職を勝ち取ったのは津田沼にいた花道だった大連での就職の魅力大連がいいのはコールセンターを中心に 日本人の就職のための間口が広いというところ閉塞感のある日本の都市部で仕事や人間関係に疲れたら少し距離を置いて大連で就職し仕事をしてみるのもいい。何しろ日本と仲の悪い中国の中でこの大連は不思議と親日度が高いのが就職を考えた時の魅力。 その分日本語が話せる人もやはり多いので現地で友達も作りやすい IT を中心に発展が注目されている大連就職してもここは東京のように人が多くないそれなりの大きな都市の割にこの適度な人口密度は魅力的だ大連は中国の南部ということもあり 中国の中では気候がいいので就,就職後の生活もしやすい貿易や観光で経済が活気づいている大連何しろ変化のスピードを感じられる海外の環境そしてこういった場所ではやはり就職により自分の成長を実感できることも多いまた 上海とは打って変わってここの生活費の安さはやはり大きい大連での就職で給料が下がるのは当然だがそれでもこの低い生活費ならやっていける打足だが俺は中華料理が外国料理の中で一番好きオイリーなので体調管理は必須だが 大連での就職の現状とこれから現地に渡るあなたの心構えこうした状況を踏まえると中国といえども圧倒的に日本人が仕事も生活もしやすい大連だが単に日本から現実逃避的に目的もなく来ると日本で仕事をしていた頃と同じように退屈になったり不満が口をつくようになる。 何より来年に限らず海外で楽しそうではない日本人移住者の特徴は日本人同士だけで固まっていること結局愚痴を言い合ったりその国と日本をいちいち比較したりして何も生産的な話題が生まれてこないまた日本人相手のコールセンターで仕事をしていてもビルの中にいる限り 新宿で働いていてるのと変わりはなくもちろん中国語のスキルが自動的に伸びるわけではない。もしあなたがこれから大連で就職するなら中国語をネイティブレベルでマスターするとか経済の活気のある場所でいずれ新たなビジネスを始めるなど明確な目標を持って臨んでいきたい。 大連で仕事ができるようになりたいと努力を続けるのは、完璧主義を直すことを目指しつつ、グローバル化の影響を考えて海外就職した崎山。人の嘘を見抜くのが得意な彼は、実は俺と同じく元ネガティブ出身だったりする。